おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？ねえ、レン。今日からセール始まったみたいだから、ショッピングモール寄っていかない？ああ、いいぞ。俺は新藤レン。そしてこいつは同じ大学の立花いつき。実は俺はいつきに片思い中なのだが、今の関係が壊れるのが怖くて告白できずにいる。見てレン、何かイベントやってるみたいだよ。爬虫類展？幸運の白蛇と触れ合えるチャンスだって。白蛇は縁起がいいって言われてるよな。おっしゃる通りでございます。びっくりした。もしかしてその子が幸運の白蛇ですか？ええ、そうです。こちらの白蛇は撫でると幸運が訪れると言われているんですよ。へえ、よく見ると結構可愛い顔してるんだね。せっかくだからレンも撫でておいたら？何かいいことあるかも。いいことか。いつきと両思いになれたら。ってさすがにそれはめめしすぎるだろう。俺、ちなみにこの白蛇は縁結びで有名なんですよ。縁結び？いや、さては縁を結びたい相手がいらっしゃるのですか？え、そうなの？あ、いや、その、そんなご利益があるなんてすごいなと思ったんだよ。それよりそろそろ買い物行くぞ。ああ、ちょっと待ってよ、レン。よきご縁を。翌日、いつきのやつ黙って大学休むなんて珍しいな。 LINE も既読つかないし、何かあったのか？いつきは一人暮らしだし、ちょっと心配だな。いつき、いるか？俺だけど。返事ないな。だって鍵が開いてる。あ、いつき、入るぞ。でーん。ねえ、なんで部屋の中に蛇が？でん、怖がらないで、僕だよ。その声、まさかいつき？一体どうなってるんだよ。なんでいつきがいきなり蛇になっちまったんだ？僕にもわからないんだ。朝起きたらこの状態で、スマホも使えないからレンにも連絡できなくて。だから返事がなかったのか。様子見に来て正解だったよ。一番怪しいのは昨日触った白蛇かなと思ったんだけど、一緒にいたレンはいつも通りだもんね。ああ、朝から何も食べてないんだよね。お腹減っちゃった。その姿じゃ冷蔵庫も開けられないもんな。いつきが好きなイチゴのドーナツ買ってきたけど、食べるか？ありがとう。でもごめん。今は甘いものが食べたい気分じゃなくて。はっ、あれは鳥だ。おいしそう。おい、いつき、スズメを食べる気か？ああ、逃げちゃった。僕のご飯。そういえば、ヘビって肉食だったよな。急いで俺がペットショップで餌用のマウスを買ってくると。いただきまーす。おいしい。そうか、ならよかった。いつきがドーナツよりもマウスを美味しそうに食べるなんて、体はすっかりヘビになっちまってるんだな。ねえレン、今夜はうちに泊まってくれない？ええ、
この姿だと一人じゃ何もできないからさ。なんだ、そういう意味か。ついドキッとしちまった。ダメ？いいよ。俺もイツキが心配だし。よかった。ありがとう。イツキもこんな姿だし、変に意識するのもおかしいよな。なんか、ヘビと一緒に寝るって新鮮だな。なかなかできない体験だよね。朝起きたら元に戻ってるかな。もしそのままだったとしても、イツキが元の姿に戻れるように俺も協力するよ。ありがとう。レンがいてくれて心強いよ。おやすみ。なんだ、体が締め付けられてる。苦しい。レン。って、イツキ、なんで俺に巻きついてるんだ？寒くて眠れないよ。寒い？ああ、そうか。ヘビは変温動物だし、寒さに弱いんだよな。レン、お願い、温めて。イツキ、待て、くすぐったいだろ。こら、イツキ。レンの体、あったかい。本当にダメだって。やめ、いや、イツキ、そんなとこ這うな。胸に鱗の感触が、くすぐったいのにゾワゾワして力が入らない。ヘビってこんなに力強いのか。イツキ、そんなに絡みつかれたら動けないって。あちこち締め付けられたら苦しい。やばい、変な声出ちまった。レン？なんでもない、くすぐったかっただけだ。ほら、これなら少しは寒さもマシだろ。なんか抱き枕になった気分。朝か。あれ、イツキ、なんだ、そこにいたのか。一晩経ってもヘビのままなんだな。イツキ、どうしたんだよ。本物のヘビみたいな声出して。おい、イツキ、何か言えよ。シャー、な、苦しい。この力、夜中と全然違う。イツキのやつ、本気だ。イツキ、なんでこんなことするんだよ。俺のことわからないのか。イツキ、嘘だろ、こんなのはイツキじゃない。イツキ、頼むから俺が好きなイツキに戻ってくれ。元に戻った。イツキ、よかった。朝起きたら体が全然言うこと聞かなくて。レン、大丈夫？怪我しなかった？俺は大丈夫だけど、本当にイツキだよな。そうだよ。怖い思いさせてごめんね。完全にヘビになったのかと思ってめちゃくちゃ焦った。心配かけて本当にごめん。ところで、さっきの言葉はどういう意味？さっきの言葉？俺の好きなイツキに戻ってくれって。あれはその言葉通りの意味だよ。イツキに拒絶されるのが怖くて言えなかったけど、俺ずっとイツキのことが好きだったんだ。レン。イツキ、ごめん、嬉しくてつい。
実は僕、ショッピングモールでレンが縁結びに反応した時、内心嫉妬してたんだ。レンの好きな相手が僕でよかった。俺ももっと早く伝えればよかった。あ、ちょっと待って、よく考えたらヘビの僕はレンに添い寝してもらったんだよね。今度は自分に嫉妬しそう。そんなのこれからいくらでもできるだろう。レン、やっぱり我慢できない。ちょ、おい、イツキ、イツキは昨日休んでるんだから今日は授業出なきゃダメだろ。結局イツキがヘビになった原因は何だったんだ。よくわからないけど、でもそのおかげで僕たち両思いになれたよね。もしかしたら本当に縁結びのご利益があったのかもな。だとしたらあの白蛇に感謝しないとね。お幸せに。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。